さあ、やっていきましょうか。バイオヘルス・ヴレッ前回ね、なんとか、宝探しの冒険へ、出かけていくことができましたんでね。最後ね、ちょっとね、ここをね、赤ちゃかちゃ、赤ちゃか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 ちゃをやって、ハイゼンベルクにバイし、違う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 。前回やってねえわ。おい、何言ってんだ間違えた間違えてるっぽいね。<laughs> そそうそう今から宝探しの冒険行くんだった。もうなんか記憶が錯綜してるな。やばいやばい。違う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 。そうそうそう。そうで、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、とね、いろいろとこうちょっとね、宝探しの冒険に出かけていかなくちゃいけないんだよ。なんかもう記憶があれだね、曖昧になっちゃってるね。あれこんな女の人の死体なんてあったっけあれあったかどうか覚えてないな。さてさて。そうだそうだ。<laughs> おー、空中浮遊。イエー。 で、ここクランク使って、そうそうもうなんかね、あのー、ちょっとね、3本ほど連続撮りでやってるんで、でハイゼンベルクの工場に行くための、なんか、カチャカチャって開けたじゃないですか、だからてっきり今回、ハイゼンベルクやってて、構成としては宝探しして、ハイゼンベルク行って、でゴリラと遭遇させて、爆発資産させてっていうような、頭の中でのストーリーが自分の中で描かれてたんですけど、今、どこまで進めてたっけってなって、であそこ開けてないっていうことを気づいて、あ そうだまだ宝探しの冒険出かけてなかったと思ってね、うん、ね一緒に下柱をサクサク踏み鳴らしながらね、あっていこう。で、えっと、今回、その、まあ、今言ったように、ちょっと宝探しの冒険を、ね、今、まあ、ブーンとボートやってるに、バーンってなってるけど、全然シ,シューンってやっていくんですけど、でここをまあなんとか、ね、あの無事クリアすることができたらいよいよねあの最後の4人目の貴族のところに会いに行ってね。 でねえー、5人目の貴族の力を借りながらヒーヒーヒーっていう、ね、ことをやっていこうと思います、まあ。いろいろとね、バイオハザードじゃないや、あの、ヴィレッジのね、ダウンロードコンテンツの情報なんかも出たりしてるんですけど、まあ、楽しみに仕方がなくなってきたよね、どん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 ,どんね。ちょうど、ん、っと1ヶ月後か、ね。で、このペースでいくと、たぶんあと7、8パートくらいとかなのかな、で終わっちゃうんで、どうしようかなと思って、なんか皆さんでね、の方でね、あのこんなことしてみたら面白いんじゃないか、できればヴ、ま、ィ、あ、レッジからあんまり離れたくないっていうのが、個人的にすっけすっけ。 なんか願いでではあるんですけどな何かあればね皆さんの方からこんなっていうのをリクエストくれたら嬉しいけど、まあ、た大体にあのリクエストを要求してああっったあった,った,ったリクエストちょうだいっつってもリクエストくれないっていう話だからねまあなんとか自分で知恵絞っトやろうかなと思いますねはいということでじゃあ降りていきましょうか「来るきっと来るきっと来る,と来るイリリリリリリリ,リ」 ビレッジ。長いんだよね、これが。無限に降りてくるどこまで行くのはい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 。OK。よっしゃ。じゃあ、行こうか。これね、謎解きに見せかけてね、なんかその、下ろしたり上げたり、下ろしたり上げたりっていうのを繰り返しなんかやらなきゃいけないのかなとかって思って、登れるでしょ、兄さん。その程度の高さだったらさ。君、訓練受けてるんでしょ、クリスから。ゴリスになるための。 ここでパイプとか手に入るけど、パイプとか手に入れる意味が実はあんまりないですね。で、これ全部ね、あの、あ上げたらね、もう終わりっていうね。謎解きも減ったくれもないっていう、そんな感じだったね。<laughs> もう一丁。うぅ <laughs> 中身何が詰まってんだろうね。 こっちは特に何もないね。で、これは荒っぽくいくだす。なんで鎖があるのかなガチャンガチャンガチャン。ああ、そういうことか。上から,ら下がってる鎖なのかと思った。この高さはいけるんだよね。うっオッケー。で、炸裂だ。ああ、そっか。マリアンダと戦うときにさやっぱ、うー、これなんか、取ったらくる,くるくるくる回るとかなくてよかったよね。で、これ取った後さ、 返事がない、屍のようお尻お尻取った後ね、こうちゃんとガチャンってなってくれるのがありがたかったりするのねで、これが上からデーンって降ってきてね It's Showtime ックえ、このところになるの It's Showtime ってならないところがまだ優しかったりするよねなんか最近 花粉花粉症になったことないからあれなんだけどよくわかんないんだけど、なんかすごい鼻詰まりが激しいんだよな。秋の花粉もあったりするじゃないですか。でもまた、暖冬じゃねえや。暖冬はおかしいよね。残暑が厳しいから、なんかそう考えたら暖冬とかさ、残暑とかって、<laughs> なんかほんと一年中通して暑いだろ。ああ、髪型もないよ。<laughs> 寝不足です。寝ろよって。こんなことしてないで寝ろよって話だよね。 いやでも配信を止めるわけにはいかないんでね。あれこっちで合ってる。ああ、そういうことか。目の前にあったね。ここ初めてやったとき、当どうやったらいいのっての全然名付け分かんなかったもんな。なんか無限にモロアいかは出てくるしさ。ってもろ出しだよね、ほんと。モロアイカのコンセプトアートとかも久々に見てみたんだけど、あれ結構怖いよね、モロアイカの顔ってよくよく見たらね。うんなんか歯むき出しだしさ。全然女らしさもないしさ。可愛くないっちゅうかさ。で、とりあえずビシュッ。OK。 で、こっちは何もないよね。ういっ、めっちゃブラ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 してる。ブシュッ。えんぬぬどこ行ったおっ、オッケーイ。開けれた。で、ふふふ墓し墓しで、中から出てくる。ブシュッ。オッケーイ。まあ、こいつが出てくるのはどうでもいいんだけど、あ、おはよう。ハンドガンの多分25発すごいな。なかなか。で、来るでしょ こいつで、あ、間違えたあ,あ、よかったよかった。火ついた、火ついた。で、おいでおいでおいで。おいでおいで。おいでおいで。ほら。ありがとう。おやすみ。よ、スナイパーライブ。あれふ。<laughs> この婦人像あれだよね。あいつじゃないよね。ドミトレスクじゃないよね。サイズが小さいもんね。じゃあ、これ取ったんで、もう一回。 この方ここはもうモロアイが出てこないなんかすごい世界だよね。もほんとスケスケだもんね。これ、これ、スケた状態でねえ、まあ、ベビーのところでもだいぶ苦しいんだけど、ベビー以外のところでさ、例えば、ハイゼンビュークと戦うところとかさ、あと、えっ、ー、と、誰だっけああ、マザー・ミランと戦うところとかっていうのはスケスケさ、なんかど、どこの世界に行っちゃってるのみたいになったとしたら、えー、今からボス戦が怖いんだけどね。 さてさ、あと工場がね、どう進んでいくかだよね。なんか目の前で敵が待ち受けているっていうのをさ、なんかこう、かん、もう分かっているのにそれでも突き進んでいかなきゃいけないってある種さ、ねえ、恐怖だよね。さてさ、引っかかって引っかかって。頭打ってない大丈夫。下ります。ピピー、ピピー。 にしても結構万能だよねボートなんかさ、あのエンジンをブルーンってかけるところもさ、いきなりできたりとかしないけど、ね、あまあ、でもそれはセブンの時からできてたから、これ、ここでできてもいい別に当たり前なのか。あれ、ちょっと待って、よし、OK。で、着地して、普通はね、降りるときなんかにね、足がね、見えたりするものなんだけどね。まあ、アイソレートビューの、うん、難しいところだよね。どこまで見せるかっていう話だよね。ということで、幻の魚。 多分アロワナとか、そのあたりか。アロワナって書くじゃないどっちかっていうと、この冬、冬場のここだって伊藤とかになるのかな伊藤ってさ、その動物の森とかだったら1万5000ベルみたいな話があったりするけど、実際の伊藤って高いのかななんか幻の川魚みたいなこと言われたりするけどね。ということ、でもうね、構造がバレバレなのよって、で向こうに見えてるのってあれ何って話だよね。あれなんだろう本当に。工場の一部かな空なんだよね。地かもクソも、あ なるほど。こうやって金困がうにウうにニに出てきてたんだ。はあ。こうやって裏側が見えてくと面白いよね。見えていいのかわかんないけどね。あれよくわかんないよね。じゃあ、あらかいろいろ。DNA 飼育エンジン。日本語でケ、OK、ーアンティコイン。 なんかアイテムが手に入るんでしょ金庫がなんかワシャ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 すごい出てきてる。あちょっと待って。下。どってる。吐てきてる。落ちてきてる。めちゃめちゃ入ってきたの。これ、このままいたら多分、あれなんだろうなって。これ、なんでこんな怖いところにいるのって話てやつだよね。あの BS A、BSA。BSA じゃないのか、これは。えっ、ー、と、ハウンドウルフかうり。うりうり。おやすみ。 <laughs> いやーすごいねこれほんと意志を持った木がウニにウニュウニにしてるってやつだよねよしじゃあ戻っていきましょうかじゃあここら辺ではえっ、ー、とアイテムてか宝物も全部取り切ったはずだからじゃあ一旦ここでね宝物探しかいいっちゅうことで終わりにしていきたいというふうに思いますねはい そして戻っていこう。バン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 ブンブンイーサン様の通りでドギロギロギロギドギロギロギギされてのかバロゴニロメ葬式してのかバロゴニロあの、E テレで、いつもここからが出てるのを見たとき面白かったけどね。なんか、あれは、臨床だっけあの、歌をさ、なんかあの、カエルの歌が、カエルの歌がみたいなやつのやつで、なんか、 あの、消防士さんとかさ、なんかそういうちょっと公務員のお偉い系の感じの人たちとかと一緒に踊ってるとか見て結構シュールだったんだけど、ね、なんかみんなでこう、少しずつ違う動きを取りながら、あの、当たらないようになんか腕ぶん回したりしゃがんだりとかなんかそんなんをしたりみたいなね、感じがあったりするんだけど。本当にこれ宝物全部取ってるよね。まあ、ちょっと赤い部屋とかが残ってキーピックとかね、もうこれ辺ちょっと見くのめんどくさいんでもうやらないけど。そうだね。 井戸んあんなとこ何かあったのかええー。特に大丈夫そうだね。宝物は全部取ったっぽいな。OKOK。井戸。トムトレスク夫人。44歳か。ちょっと興奮。まだ無理だね。10年後とかだったら40歳代とかなんか興奮するんかもしれないけど。 まあでも男は総じてロリコンになっていきますからね。だってさ、今僕30歳だけど、あの、40、50とかになってってもさ、20歳の子が好きっていうの変わらないわけじゃないですか。か30歳の20歳が好きってまだロリコンじゃないっていうか、ね、ギリギリ半中かもしれないけど、40、50になってってさ、20歳さ、30歳さとかって20好きって言ったらロリコンだよね。あれ何も言いなかったあれなんか言うんじゃなかったっけあれ,あれ説明文だけか。しまったな。えー、何も言ってくんない。 ほう面白くない。えー、いいもの売ってんのに。じゃあ、アイテム整理だけして、ちょっとね、あのスッキリさせて、次のパート進んでいこうか。ねどそっか。なんか、寂しかったな。あれあ、まあ、いっか。スナイパーライフなんか勢いで売っちゃったけど。ま、あいいや。ちょっと、ね、そんなスナイパー使うわけじゃないしね。で、パイプ、ジラ、イー、ジラ、イまあ、こんなもんかな。 あ、でも1万九千レイしかない。そっか。この程度ではで、新しい商品をどうご覧に。これはもうマックスにしたライフルは別にいらないし。うんー、どうしようかなー。<laughs> うーん、ストック十六。あー、あと二万か。こっちかな。では探索の成果を期待しておりますぞ。 もちろん期待しておいてください。はい。ということでね、えー、本日もね、最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、あの、次回パートでもね、<laughs> あのー、応援していただけたら嬉しいと思いますんで、まあ、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、次回パートもお待ちいただけたらというふうに思います。次回からね、あの、4人で貴族挑んでいきたいと思いますで、お楽しみにお待ちください。では、また次回パートをお会いしましょう。さよなら。バイバイ。なかなかいい武器です。